皆さんこんにちは。2017年1月に死去した昭和のスター松方弘樹さんの遺産に関する情報をご紹介します。松方弘樹さんの遺産の相続の真相を追及するとともに、松方弘樹さんの資産や過去最高年収、そして金遣いにまつわる伝説などのお金に関する情報を調査した結果もご覧ください。まずは松方弘樹さんのプロフィールをご紹介します。愛称不明、本名目黒光樹、生年月日1942年7月23日、年齢去年74歳、2017年1月21日死去。出身地東京都北区。血液型 A 型。身長173センチメートル、体重非公表。事務所株式会社マーレとなっています。松方弘樹さんは1942年7月23日に東京都北区で近衛十四郎さんと水川八重子さんの第一子として誕生しました。10代半ばまでは歌手を目指して、上原玄斗さんの下で五木ひろしさんたちと共に歌の勉強をしていましたが、五木ひろしさんの歌声を聴いているうちに自信を失い、俳優の道に進んでいます。17歳の時に映画17歳の逆襲、暴力をぶっ潰せで主役で俳優デビューとスクリーンデビューを同時に果たしたものの、デビュー当初は思うように人気が上がりませんでした。しかし映画仁義なき戦いシリーズでブレイクして人気俳優の仲間入りをしています。映画や時代劇で活躍していた松方弘樹さんの父親は剣劇の看板スターとして人気だった近衛十四郎さんです。2017年に死去した松方弘樹さんの遺産が注目されています。松方弘樹さんの死因は何だったのでしょうか。松方弘樹さんの死に際して行われた葬儀やお別れの会の模様についても見てみましょう。松方弘樹さんは2017年1月21日に亡くなりました。去年74歳でした。2016年から療養生活に入ることと、その年のスケジュールを全て中止することを発表し、関係者やファンを心配させていましたが、2017年1月についに帰らぬ人となってしまったのです。松方弘樹さん死去の知らせに多くの人が悲しみに暮れました。松方弘樹さんの死因は脳リンパ腫でした。頭痛や手足のしびれを感じた松方弘樹さんは都内の大学病院で検査を受け、その結果脳リンパ腫と診断されたのです。診断結果は世間に公表され、松方弘樹さんは放射線治療と抗がん剤の投薬治療を行っていました。手術するには難しい部位だったため、手術は行いませんでした。松方弘樹さんが死去した2日後の1月23日、弟である目黒祐樹さんが都内の自宅で報道陣に松方弘樹さんの最後を告白しました。目黒祐樹さんは、松方弘樹さんの最後は松方弘樹さんの内縁の妻山本真理子さんと事務所関係者と松方弘樹さんの世話をしていた3人が看取ったと語っています。松方弘樹さんは最後は苦しむことなく穏やかに眠るように息を引き取ったそうです。目黒祐樹さんは松方弘樹さんの死の直後に亡き骸と対面しましたが、松方弘樹さんの死に顔はすごくいい表情をしていた気がすると明かしました。松方弘樹さんの葬儀やお別れの会について見てみましょう。松方弘樹さんの葬儀は松方弘樹さんの希望で密葬でした。23日に執り行われた山本真理子さんと目黒祐樹さんと松方弘樹さんの最初の妻との間に生まれた子供3人、そして兄貴分だった梅宮達夫さんだけが参列しています。その後松方弘樹さんの友人知人たちがお別れをしたいと申し出たため、2017年6月6日に東京プリンスホテルで松方弘樹さんを偲ぶ会が営まれました。このお別れ会には梅宮達夫さんをはじめとした多数の友人知人が参列して松方弘樹さんを惜しんでいます。また昭和のスター松方弘樹さんの遺産にも注目が集まっています。生前の松方弘樹さんは豪放磊落な人柄で知られ、豪遊に関して数々の伝説を残していました。そんな松方弘樹さんなので、亡くなる前からマスコミ各社は遺産はどれほどになるのか、遺産相続をめぐって争いが起こるのではないかと注目していたのです。
松方弘樹さんの遺産と相続については自称以降で解説します。松方弘樹さんの遺産相続の真相に迫ります。松方弘樹さんの遺産を相続した家族をチェックしてみましょう。松方弘樹さんの遺産相続の割合を考察した結果も合わせてご紹介します。松方弘樹さんの遺産を相続する人は子供6人だと言われています。結婚をしている場合には配偶者が必ず遺産相続人になり、子供がいる場合には子供も遺産相続人になります。配偶者が2分の1を相続し、残りを子供たちの数で割って相続するということになっていますが、松方弘樹さんが亡くなった時、松方弘樹さんには戸籍上の配偶者がいなかったため、遺産相続人は子供6人ということになるのです。離婚した妻には相続権はありませんが、内縁の妻である山本真理子さんも遺産相続ができません。遺産相続人は戸籍に入っている必要があるのです。内縁の妻に財産を残したい場合には、生前贈与するか遺言書を作って財産を渡すという手段を取る必要があります。しかし生前贈与には贈与税がかかるというデメリットがあり、遺言書を作って財産を渡すという場合には正規の遺産相続人との間にトラブルが生じやすいというデメリットがあります。このいずれかの方法で松方弘樹さんが山本真理子さんに財産を残したかどうかは現在も明かされていません。また松方弘樹さんの遺産は少ないとの噂も浮上しています。生前の松方弘樹さんは前述の通り豪快なお金の使い方で有名だったのですが、2回の離婚の際に別れた妻に巨額の慰謝料を支払った上に、住んでいるマンションのローンを引き受けていました。さらに別れた妻たちの元にいる子供たち一人一人に月20万もの養育費を払っています。趣味にもお金をつぎ込んでいたため、晩年は前世紀ほど豊かな生活ではなかったのです。次に遺産相続の割合を考察します。前述の通り松方弘樹さんの法定遺産相続人は松方弘樹さんの子供6人で、うち1人は愛人だった千葉マリアさんとの間に生まれた非嫡出子です。かつては民法で非嫡出子は嫡出子の2分の1が相続分に定められていましたが、現在は嫡出子も非嫡出子も平等に相続できるようになっているため、松方弘樹さんの子供6人で6等分というのが相続の割合になります。では遺産相続の手続きにかかる時間も調査します。通常では被相続人が死去した後は銀行の預金口座は一時的に凍結されます。その後遺産相続人が遺産の分割によって協議し、遺産相続人全員の合意を得た上で必要書類を銀行に提出することで銀行口座が再び開かれるのです。スムーズにいけば2週間ほどで凍結は解除され、被相続人の銀行口座から遺産相続人の口座に遺産が振り込まれます。遺産相続で揉めた場合裁判に発展することもあるので、そうなると手続き終了までの時間は全く読めません。松方弘樹さんの遺産に続いて松方弘樹さんの資産や過去最高年収を調査した結果を判明した範囲でご紹介します。松方弘樹さんが生涯に得た資産と芸能活動で得た年収を見てみましょう。松方弘樹さんの資産を調査しました。生前の松方弘樹さんは莫大な資産を所有していることで知られていましたが、死去した後にそれらの資産はほとんど手元に残っていなかったことも判明しています。松方弘樹さんがかつて所有していた資産の概要について解説します。資産その1は京都の家です。松方弘樹さんは京都に家を持っていました。かつてはその家で2人目の妻仁科亜希子さんや、その間に生まれた子供2人と過ごしたこともあったようです。家というよりは邸宅というにふさわしい豪邸で、広い敷地の中にはヘリポートもありました。その家は仁科亜希子さんと離婚後に差し押さえられ、その後売却しています。資産その2は麻布の自宅兼事務所マンションです。晩年の松方弘樹さんはこのマンションに山本真理子さんと暮らしていました。家賃100万円超えの物件だったのですが、松方弘樹さんが闘病生活に入った後にこのマンションは解約し、ランクを下げたマンションに転居したそうです。松方弘樹さんの過去最高年収も見てみましょう。松方弘樹さん自身が最高年収を明かしたことがないようですが、過去最高年収がいくらだったのかをバラエティ番組の中で黒田俊之さんが
暴露したことがありました。その暴露内容についてはこの章の最後にご紹介します。生前の松方弘樹さんの収入から年収を考察してみましょう。松方弘樹さんの収入源は俳優としての報酬だけではなく、バラエティ番組に出演した時に得た報酬もありました。釣りの名手であることでも知られる松方弘樹さんは多くの釣り番組に出演していましたが、その収入は莫大な額に上ったようです。バラエティ番組1本の収入は500万円ほどだという噂もありました。この噂の出どころは芸能レポーターの井上公造さんです。井上公造さん曰く、天才たけしの元気が出るテレビの1本の収入は500万円だったそうです。他のバラエティ番組でもかなりの額の報酬が出ていたと言われています。松方弘樹さんの俳優としての収入についても調査しましたが、こちらは公表されていません。しかしバラエティ番組の収入よりも上である可能性が高いと言われています。松方弘樹さんクラスの俳優ともなれば、ドラマ1本に出演すれば数百万円入るという状態だったのではないでしょうか。では松方弘樹さんの伝説から年収や収入を予想してみましょう。松方弘樹さんには一般人が驚くような伝説がいくつも残されています。その中から特に有名な3点をご紹介します。伝説その1はマグロ釣りです。松方弘樹さんが釣り名人だったことは前述の通りですが、松方弘樹さんは多くの達人の技を覚えて体得し、プロ並みの腕前を持っていました。2015年には自己最高の 361kg のマグロを釣り上げて話題を集めています。釣り上げたマグロは競りで通常よりも高値で売れていましたが、松方弘樹さんは売り上げの大半を漁師さんとのお祝いで使ってしまっていたそうです。伝説その2は酒と食事と交際費です。芸能界屈指の酒豪だった松方弘樹さんはお酒と食事と交際費で年間3億使っていたと言われています。特に有名な伝説は高級ステーキハウスでの飲食で一晩で2000万円使ったことです。マグロの売り上げを漁師さんと祝宴で使ってしまうように、仕事で得た収入を仕事に関わったスタッフたちと一気に使ってしまうことでも有名でした。伝説その3はダウンタウンに100万円を渡したことです。ダウンタウンの松本人志さんは、ダウンタウンが東京に進出して間もない頃、スタッフと打ち上げをしていたところに現れた松方弘樹さんが、頑張ってるね、どんどんやりなよと言って100万円を置いていった思い出を語っていました。その時が初対面だったそうです。初対面の相手に100万円を渡す松方弘樹さん、豪気すぎます。まさに伝説です。そんな松方弘樹さんの過去最高年収は6億円だと暴露されていました。それに及ばない時でも1億円以上稼いでいたと言われています。松方弘樹さんの闘病生活を振り返ります。豪快な人柄で慕われていた松方弘樹さんが長病生活を始めたのはいつからだったのでしょうか。松方弘樹さんの闘病生活の背景についても調べた結果をご覧ください。松方弘樹さんの闘病生活の始まりは2016年3月でした。体調不良を訴えて大学病院で検査を受けて脳リンパ腫と診断された時から松方弘樹さんの辛い闘病生活がスタートしました。治療の過程で脳梗塞を併発した後の松方弘樹さんの体力は急激に衰えていったそうです。闘病生活を開始した当初は1日10万円の特別個室にいた松方弘樹さんでしたが、その年の夏には一般の個室に移っています。復帰のめどが立たないため金銭的な事情でそうせざるを得なかったのでした。闘病生活が始まってしばらくは意識もはっきりしていたのですが、死去する頃には意識が朦朧とするようになっていました。闘病中に関係者から数千万円を受け取ったという噂がありましたが、真相について調査したところ、数千万円を受け取ったのは闘病生活が始まる前であることが分かりました。ある仕事を始める際に関係者から、この金で借金を清算しろと数千万円を渡されたのです。関係者側はいつか返してくると予想していたのですが、自分自身が豪儀な松方弘樹さんはその金を借金でなく支度金と解釈して、全て使い切ってしまったそうです。松方弘樹さんは脳リンパ腫で2017年1月に死去し、遺産はほぼなしという噂が流れています。遺産相続に関する争いを恐れる声も聞かれましたが、
松方弘樹さん死去から何年経っても争いが起こったという話は一切ありません。それは松方弘樹さんと松方弘樹さんのご家族の人柄と仁徳によるものではないでしょうか。松方弘樹さんのご冥福をお祈りします。いかがだったでしょうか。女癖が悪く浪費癖もすごかったという松方弘樹さん、昭和の大スターらしく豪快な方だったようですね。遺産がほとんど残っていないとしても資産分与する人が多い分争いになりそうなところ、それが一切なかったようですね。松方さんのご家族は本当に素晴らしい方たちのようです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。